はい、マスオゲームズでーす。はい、今日ですね、星のドラゴンクエストをまたやっていきたいと思います。で、今ね、冒険ランク6になりました。でね、今回ですね、パーティーをちょっとね、変えました。見てください、これ。実はね、この桃屋っていうところで、このビューティーサロンでね、名前だったりルックスを変えることができます。で、このね、仲間をね、ちゃんと見るとですね、はい、こちら、なんかね、ダウンロード200万ダウンロード記念かなんかで、バニーガールの衣装もらえたんですよ。だったんで、ちょっとね、マスコを、に、仲間をしまして、バニーガールの衣装を着せました。まあ、マスコね、かなり持ってるんですけど、非常に似合いますね。うん、かなりいい感じ。しかも、これね、星4装備だから結構ね、いいんですよ。で、そしてこっちがね、ダイというね、何?仲間にしました。で、これね、見た目だけちょっと変えられるんですけど、頭ね、見た目なしにしようかな、これ。はい。メガネもこれ見た目なしにしようかな。これ、あれ、黒縁メガネなしにしたいんだけどな。装備を外すということで、あれ、見た目だけじゃないのかな、これ。はい。ということでね、まあ、こういう風にね、しました。これをですね、ドラゴンクエスト、大の大冒険ですよね。あれ僕好きだったんで、その時の大の、を作りたいなと思って、こういう風にしました。で、戦士のレベル7、僧侶のレベル6、船のレベル6ということでですね、まあ、まだまだね、レベルは上がりきってないんですけど、ちょっとね、また新たなクエストの一番上の方にちょっと行きたいと思います。まあ、このイベントクエストのね、財宝だったり、メタルの鍵っていうのね。メタルの鍵行ってみようか。俺これ行ったことないな。メタルの鍵行ってみましょう。はい。これもったいないかな。経験値がたくさんもらえるんだって。へー。で、メタル系の、こういうね、装備をしてるやつがいたらいいんだけど、どうしよっかな。サミダル打ちが打てる、このレンジャーを連れて行きましょうか。じゃあ決定。じゃあこちらで行きましょう。食べ物は選ばなくていいかな。オッケー。じゃあ、出発。初めてね、メタルの鍵今消費する。どんな感じだろう。お、探索開始。で、早送りでね、こう進んでいくんですけど、お、メタルスライム2体だ。これ逃げられちゃったりするのかな。メラ。よし、行け。まずこっちだ。やっぱりね、なかなか当たんないっすね。お、このメタルスライム逃げないっぽくない?3ターン目。お、逃げない逃げない。これは非常にいいですね、この鍵はね。だってここをやっとけば、メタルスライムこう倒せて、すごいいい。あ、逃げたやっぱり逃げるのね。やばい。使えばよかった、スキル。油断してたなぁ。じゃあ、サミダル打ち速攻使っちゃおうか。オノ無双も使っちゃおうか。はい。食らわないんだね、あんまりね。でも、ここまで今ね、減らしたんで、サンダーボルトも使ってみましょうか。石つぶって、ニードルラッシュ。全然当たんないわ。これ逃げるな。よし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 。これはいい感じでしょ。はい。まあ、こういった形で、使いまくっていった方が良さそうですね。逃げる前に。どんぐらいもらえるんだろうな。うわ、不意をつかれた。不意つかれるんじゃないよ。不意ついてほしいですよね。メダルスライムとか、そういう時は。あ、ギラなんか効かないのに押しちゃった。意味ねー。やばい、なかなか当たんないですね。メタル系のアイテムがあったら、アイテムっていうか武器があったら、あ、サミダル打ち。うわ、あ、よかった、一回当たった。サンダーボルト引っつぶて。はい。これで多分ね、メタルスライムまた倒せるでしょ。どんぐらい経験値もらえるんだろうな。あ、逃げられたー。そして最後のこちら、ボスになりまーす。果たして。お、メタルスライム、1体。5ターン以内でスピクリだって。あ、3体出てきたね。デュアル、オノ無双、デュアルカッターなど使いましょうか。
逃げられる前に倒したい。でもボスがさすがに逃げるってことはないでしょ。よし、お、倒した倒した、強い。石詰めて、お、やった、結構倒せてる倒せてる。ボス逃げるなよ。お、いけたー、やったー、メタルスライム倒せた。計2体に逃げられちゃいましたけど、まあでも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 、はい、獲得経験値、お、1900？ これやばくない？どんぐらい？お！一気にレベル上がりまくる！これ最強じゃないですか？え、まだ上がる？え、これで今までなかなか、クリアできなかったところが、え、まだ上がる。一気に10レベルまで来ちゃいました。やった。はい、ということでね、メタルスライムのところ来るとすごく経験値がゲットできて非常にいいです。はい、ではですね、まだねジェムが3100個あるんですよ。最初の方ってね、やってればねすぐ溜まるということでですね、またこちら10連宝箱を福引きやっていきたいと思います。これでねメタスラ装備とか来たら神だね。では10連いきます。引く！やーべえ、引いちゃった。星子1個でも出たら、これは儲けもんですよ。タッチ。あー、ダメだ。2回跳ねたら星子ね。バトルアックス。跳ねろ。あー、跳ねません。鋼の鎧、鋼装備これで全部揃ったかもしんないな。お。玄武の兜。普通のドラクエだったら鋼の鎧とかいいんですけどね。お。これまたバトラックス的な達人の斧。2回跳ねろ。うわぁ、無知って初かもしれないな、これ。鋼の無知。跳ねろ。1回。おぉ、1回か。無法者のズボン。跳ねろ。爪ですね、次ね。鋼の爪。装備系、鋼あんま持ってなかった、俺。そして、これは鋼の盾。え、全然出ないじゃん。え？何も出ないパターン？来い！嘘ー！魔封じの杖。うーわー！ダメだったー！星子って出なー！ちょっとショックなんだけど、マジで。え？出なかった。じゃあちょっとね、このね、マス、台に装備変えてあげましょう。確かね、体の下が、あ、貴族のチェニックか、強いな。で、無法者のズボンの方が強いんで、こうやって変えてあげましょう。ちょっとかっこよくなりましたね。で、マスコは結構いい装備なんですよ。で、僕のマスオですね。マスオのズボンはどうだろう。ちょっと見てみましょうか。体の下。マスオは、バンデットボトムなんで、この貴族のチェニックにしてあげましょう。はい。なんかちょっとかっこ悪いな。まあ、こういった形ですね。はい。で、強い装備の方がですね、こういう風にね、スキルがね、いろいろつけられるんですね。なんで、僕今ね、こちらプラチナウィングつけてるんですけど、攻撃力、さらにね、スライム系に得意、さらにメインスキルがデュアルカッター。で、そのサブスキルということで、いろいろね、こういう風に付け替えるところの欄が多いんで、やっぱりね、強い武器の方がね、こう、当たり前ですけど、強いんです。うん。ちょっとね、また、いろいろね、道具のね、強化などなど、まだやってないこといろいろあるんで、またね、ちょっとやっていきたいと思います。とりあえずね、レベルがアップしたんで、これでね、もっと冒険、いけると思うんで、うん、サクサククリアしていきたいと思います。はい、ということでね、皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。うん、この、ね、マスコがいいですね。はい、ということで、ありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。